はい、皆さんこんにちは、ジュンです。今日も中古車紹介行ってみたいと思います。本日のお車はまたガレージ純初ですね。下取りなんですけれども、アルファロメオが入りました。初年度登録平成19年3月、西暦だと2007年式ですね。アルファロメオの147、グレードは 2.0 の TS、 セルスピードの車ですね。セミオートマになりますかね。型式は GH の 937 の AB、 走行距離は77,000km。エンジンはですね、ご覧の通りツインスパーク16バルブの直列4気筒かなのエンジンです。車検は令和7年9月の6日までたっぷりございます。期間良好、エアコンも良好です。タイヤの水もたっぷりなのでお金かからずに乗れると思います。とにかくですね、私アルファロメオ乗るの初めてなんで、イタリア車も初めてなんで、とっても楽しみにしてます。まずはですね、とにかく試乗動画、人生初のイタリア車アルファロメオの試乗動画見ていきたいと思います。本当に乗るの初めてなので、まずですね、ちょっとびっくりしましたね。乗りづらいといえば乗りづらいし、マニアックといえばマニアックですよね。他のどの車と違うこの乗り味、音はすごいですよね。かなり勇ましい音してます。めちゃくちゃ速いですね。ただこのオートマがね、ちょっといまいち慣れなくて、うまく運転できなかったです、最初は。ただすぐ慣れましたね。パドルシフトでシフトダウンしながら今運転してるんですけども、この後ですね、横断歩道を歩行者が渡るんですよ。それで急に減速しなきゃいけない時に3,2,1って落としちゃったんですよ。1速入っちゃったんですよね。これちょっとびっくりしましたね。1速に入っちゃうんだと思って、普通ね2速くらいで止まるかなと思ったんですけど、まあ、自分の運転が悪いんですけどね、一速まで入ってかなりびっくりしましたね。こういったところ、ドライバーがですね、しっかり操作しないといけない車ですよね。ただこのシフトもですね、慣れれば全然もう問題ないです。私もですね、5分ぐらいでも慣れましたね。この後ちょっとですね、いつもだったらそんな飛ばさないんですけど、ちょっとあまりにもエンジンが面白いのと、初めてのイタリア車でちょっと興奮してるので、ちょっとスピードを出してみました。強いですね。ちょっと暴れん坊将軍みたいな感じしますけれども、慣れるとですね、このシフト面白いです。オートマで乗るよりもこのパドルシフトでマニュアルシフトした方がいいですね。その方が絶対楽しいです。しばらくですね、ワインディング走る姿ご覧になってください。ですね、スポーツ走行できるのはやはり楽しいんですけれども、どうしてもですね BMW の1シリーズと比べてしまうんですけれども、 BM とはちょっと違う味付けですよね。 BM もエンジンは面白いんですけれども、ちょっとそれとは違う、なんて言ったらいいのかな、ちょっと荒々しいというか、気を使うというか、そういったエンジンとシフトですね。すごく気持ちがいいんで、このまま海沿いの道を走っていきたいと思います。またトンネルの中いい音するんですよ。結構ですね、踏んでますし、シフトもバンバン変えてるんで、おそらく燃費は悪くなるんじゃないかなと思うんですけども、その分めちゃくちゃ楽しいですね。まさに運転してるって感じがします。外装は結構見た目普通なんですけれども、やっぱりイタリア車ですね、楽しいですよ。今までもう何百台って車乗ってますけれども、その車のどの車とも違いますね、この走りは。好きか嫌いかって人それぞれだと思うんですけども、目つぶっててもですね、アルファロメオを運転してるんだなっていうのが分かります。
そういった感じの特徴のある車ですね。まあ、本当何度も言いますけど、いい車ってわけではないですからね。本当に特徴のある車って感じですね。個人的にどうかなって考えますと、やっぱり BM の1シリーズと比べちゃうんですよね。そうすると BM のあのボディ剛性、あのボディ剛性は世界一いいと思ってますんで、それに比べたらちょっとボディ剛性あんまり良くないような気がします。もちろん日本車なんかよりかは全然いいんですけれども、外車のがっちりとした感じがもうちょっと欲しいかなという感じがしますね。あとシフトはやっぱりもう神経使いますね。なんか慣れるまでは大変ギクシャクしちゃうんですよね。これをうまく乗りこなせたら一人前だなって感じしますね。まあ、おすすめとしてはオートマじゃなくてちゃんとパドルシフトでシフトチェンジをした方がいいですね。その方が気持ちよく走れます。先ほど申し上げましたが、こちらの車下取り車でして、お客様が持ってきたお車なんで、私がこうオークションでですね選んで買ってきた車じゃないんで、おそらく下取りが入らない限り私はアルファロメオに乗ることはなかったんですが、実際乗ってみたらびっくりしましたね。こんな車初めてですよ。なんかちょっとフェラーリっぽいですよね。まあ、フェラーリ乗ったことないんですけど、きっとフェラーリもこんな感じかなというくらい気を使う車ですね。もちろんですね、イタ車なんで修理代とか、なんか壊れたらですね修理代とか高いんじゃないかなと思うんですけども、まあ、私の個人的なおすすめの乗り方としては、この車ですね、車検1年ぐらい残ってます。ちょうど1年かな。1年間楽しく乗ってみましょう、とりあえず。そして1年後にもしこの車にどっぷりハマるんだったら、さらにですねお金かけて整備して乗り続ければいいかなと思います。ただね、ハマんない人もいると思うんですよ。なんかちょっと違うなとか、やっぱドイツ車がいいなとか、イギリス車がいいなって人いると思うので、そういう人は1年で車検が切れた時に乗り換えるというのがいいんじゃないかなと思います。ただですね、一生に一度は乗った方がいいですよ。車好きだったら絶対にアルファロメオは乗った方がいいですね。それにハマるかどうかっていうのを確かめてもらいたいですね、ご自身で。私はこの車下取りで入ってですね、乗る機会を与えてくれて本当に良かったです。多分このような車はですね一生乗ることはなかったじゃないかなと。本当にドイツ車とイギリス車と全然違う。もちろん日本車なんかと比べ物にならないですね。感覚で言うとですね、ドイツ車とアメ車の間ぐらいみたいな感じですね。ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、結構マニアックっていうか、結構いろいろ乱暴な車だと思いますよ。乱暴なんだけど結構癖になる感じですかね。ハマる人は絶対ハマるんじゃないかな。私もとにかく楽しくてですね、ブンブンブン回してですね試乗したんですけれども、全然飽きないですね。ただ飽きないからといって長く乗るとですね、やっぱり故障があると思うので、故障した時にどうするかって話ですよね。何万もかけて修理するのか乗り換えちゃうのか、それが考え時ですね。ただですね、新車だとすごい高い車がですね、この車すごい格安なんで、ぜひ1年ぐらい乗ってみたらどうですかね。本当にこれは面白いですよ。乗りこなす楽しさといいますか、とにかくですね、自分が乗ってて楽しい車がいいと思うんですよ。私はこの頃乗ってて楽しいですね、はっきり言って。ほんと見た目は普通の車なんですけども、やっぱりちょっと見た目普通の車じゃないですね。なんかデザイン賞とか取ったんですよね。見た目もおしゃれ、走りはちょっと私の感想だと荒々しい感じですかね。そんなアルファロメオの外装の状態ですね、これから見ていきたいと思います。外装はシルバーですね。とりあえずぐるっと一周見ていきたいと思います。艶があってとっても綺麗なシルバーです。一部ですねクリアのハゲなどありますけれども、とっても綺麗なシルバーですね。動画でご確認ください。マフラー、これ純正なのか車外なのかわからないですけど、めちゃくちゃいい音してましたね。アルファロメオの147ですね。後期型になります。目の形が違いますよね。そして何より車検が長いんですよ。1年間あります。たっぷり乗れるんじゃないでしょうか。この部分ですね、運転席のドアの部分に色あせといいますか、クリアハゲ、そしてヘッドライトの下ですね、バンパー、こちらにクリアハゲ、ヘッドライトも若干曇っちゃってますね。
こちらにクリアのハゲがあります。後のクリアは綺麗かな。はい、タイヤホイールですね。ミシュランのタイヤがついています。溝たっぷりです。右の後ろサイズは205-55-16、ミシュラン、溝は八分山以上あります。左の後ろこちらも溝たっぷりですね。最後に左のフロント、4本ともタイヤ溝たっぷりあります。お金かからずに乗れますね。それでは内装を見ていきたいと思います。キーは純正のキーが2つあります。差し込んでひねってください。はい、内装の状態、はい、内張りの状態、そしてシートの状態ですね。革シートではないんですけれども、とてもホールド性のあるいいシートですね。内張りは若干剥がれちゃってるところありますね。右の後ろこちらもですね、内張りちょっと剥がれちゃってますね。そしてリアシート、内装なんですけれどもね、禁煙車ではないんですけども、タバコの匂いはほとんどしません。リアのトランク、こちらもですね、深さがたっぷりあっていいですね。ジャッキとタイヤが入っています。左のリアですね。私タバコは一切吸わないんですけれども、車内にタバコの匂いですね、そんなひどいのはございませんので、多分快適に乗れると思います。内張りは剥がれちゃってますね。最後に助手席の状態、これ直しておきますね。少しノリで貼っておきます。そしてシートの状態、そして屋根ですね。天張りがね、垂れてる車多いんですけれども、この車ですね、マイオーナーさんが、自分で直したそうです。天張りの垂れがないんですよね。これすごくいいと思います。これ結構いいですよね。そしてエンジン16バルのツインスパーク直列4気筒です。 2000cc のエンジンです。そしてこちらもマイオーナー様のこだわりで、屋根が黒とミラーも黒、これ結構おしゃれですよね。黒く塗ったそうです。そしてこちらですね、左のリアドアちょっとへこみがあります。さあ、アルファロメオ、ご覧の通り綺麗な車ですね。ぜひ一度は乗ってみてください。こちらもマイオーナー様からもらいました。セルスピードのオイルかな。補充しながら乗るそうです。はい、アルファロメオの147-2000の TS セルスピード。今回ですね、下取り車のため、販売期間は1週間です。1週間の間に購入していただければなと思います。もちろん全国陸送課の車検もたっぷりなので乗って帰ることもできます。ぜひですね、一生に一度はアルファロメオ、イタリア車に乗ってみてはいかがでしょうか。今回ですね、かなりお安く提供していますので、ぜひオーナーになってみてはいかがでしょうか。ベンツとも BM とも乗り味が違うアルファロメオ、おすすめです。それではセルスピードオートマの状態で乗ってみましょう。シフトのチェンジをしないでですね、普通のオートマの状態で変速がどのように変わるのか、そういったのをちょっと見ていきたいと思います。結構ギクシャクして乗りづらいっていうこともあると思うんですけど、1速がちょっとギクシャクするのかな。2速はかなり引っ張る感じなんですよね。まあ、ゆっくり踏めば2速も早く結構変速するんですけども、ガバッて踏んじゃうと2速引っ張りますよね。まあ、それが楽しいっちゃ楽しいんですけど、燃費は悪くなっちゃいそうですよね。ちょっとトンネルの中でですね、シフトの変わり具合見てみてください。今は1速に入ってますよね。これずっとオートのまま、そのまま乗ってます。今2速に入りましたね。2速でだいたい50キロぐらいまで、今3速入りましたね。そして4速には何キロで入る、まだ今3速ですね。60キロ手前で4速に入りましたね。こういった感じで変速していきます。このままブレーキ踏んで停車すれば3速2速と落ちていきます。そして完全に止まると1速になりますね。その辺もちょっと見ていきましょう。はい、間もなく3速になりますね。速度が落ちてきて40キロぐらいになると3速になるかな。3速になりましたね。そして今2速になりました。はい、また加速してですね、2速のまま結構引っ張るんですよね。40キロぐらいで3速、そしてまた2速に落ちたりしますね。この後左に曲がります。1速まで落ちて停車ですね。そして発車します。
ックのまま曲がりますね。途中で今2速になりましたね。そしてぐいぐい加速していくと3速4速と入っていきます。街中はだいたい4速までですね。こういった感じでシフトはチェンジしていきます。